私と相席してくれて感謝するわ。他の客からは避けられているの。え、この恨みは覚えておかないと。まったく、そんなに私の血筋が気になるっていうの？復讐といっても彼らとは関係ないのに。グンヒルド家、ラグビンド家、そしてローレンス家、モンドの歴史上最も名高い三大家系だ。そのうちローレンス家は欲望に目がくらみ、貴族によって支配されたモンドは暗黒の時代に突入した。その後バネッサ様が旧貴族を退け、セピロス騎士団を設立し、ローレンス家は没落した。それから千年もの間、彼らの復讐の炎は未だ消えていない。ただ旋風を巻き起こせていないだけなのだ。そして真にローレンス家に致命的な打撃を与えたのは、波花騎士と呼ばれ最も才あるローレンス家のエウルアがセピロス騎士団に加わったこと。いつもは復讐の二文字を口にしているが、時間が証明してくれるだろう。彼女が誠実で心優しき仲間であると。ちょっとレディーが話をしているときはお酒を置いて目を見なさい、うん、君も貴族の礼儀作法を学ぶべきね。またグンヒルド家の娘が私の陰口を言っているに違いないわ。この恨み覚えておくわ。